そういうでそういうその住んでるエリアがどういうふうに変わってきてるのかであるとかっていうのは、うん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 、なんかやり遠いですよね。あの、うん、渡り鳥とかもね。あそうですよね。うん、そうですよね。冬鳥、夏鳥。面白いなと思って、うん、で鳥はなんだろう、綺麗な鳥はすごい綺麗ですしね、うんうん、そうですね、うん、そうリポートもね、割と動物リポートを送ってくださる方もいて、うんうん、よく目垂れてますけど私はそう論文、論文ってそうなんですよね。本当になんか今度そういう先生も紹介してもらおうかなと思ってて、ねえ、うんうん、一緒にやれたら面白そうだなと思って。そうそう、鳥好き写真好きの方とかはあの野鳥とかも送ってきますよね。うん、でまたなんか思い入れがすごいんですよね。そうですね、うん、はい、アマチュアの方でもね、うん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 、すごい綺麗なお写真とか、なんかそういうのがなんかその世の中のためにもなり、うん、環境の保護にもなりみたいな、そうですね、世界ができたら面白いですよね、まあ、いろんな鳥もいろんな種類がいるからそれぞれの生態ってなるとね結構ね、うん、数揃えるのは大変そうですけれども、うんうんうん、やったら面白いですよね。うん、でなんかそのなんかその、うん、人と自然の、はい、その共存みたいなものも、なんかちょっとその環境保護、保護みたいなテーマをすると、うん、どっちかみたいな感じになりがちなんですけどね、実はなんかお互いにいい形っていうのは、うん、その先生曰くあるんですって。うん、だから全部は全部自然にするのがいいのかって言ったらそうでもないし、うん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 、ちゃんとで結構その木とかも人の手をかけてあげないと、うん、里山ね、うんうん、全然やっぱ違うんですって。そうですね、うん、っていう話も聞くと、うん、なるほどそうなんだと思ってね、うんうんうん、でそういうのもこれからちょっとテーマとして僕考えたいなと思ってたんで、うん、じゃあ鳥プロジェクト、鳥プロっていうことで、はい、うん、ペンギンも好きっていう、僕ペンギン好きなんですよ、すっごい好きなんですよ。なんかあれ気が合いますね。あ本当ですか。ペンギン好きですよ、うん、そうなんですよ、色が好きで白黒がいい。すっごいなんかはっきりしてんなあいつと思って。なんだその色みたいな。はっきりしてるのが白黒はっきりしてて、うん、なるほどね。うん、それこそ森田組長の服塩ビ服みたいな塩ビ服で白マフラーとかして白黒はっきりしてパンダでも、パンダもいい線いってますよね。いい線いってますか。いい線いってます。実はクマですからね。あんな可愛い顔しててね。止まりませんね。はい。はい、さあということで、新しく鳥プロジェクトがスタートしたということで。はい。いいんですかスタートさせて。大丈夫なんですか。大丈夫です。そこを環境につなげますので。なるほどなるほど、環境文脈で、うん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 、なんかもうプロジェクトアイコンがそのスタートしてもう今日も感じましたけど、はい、あもう大丈夫だと思って、この人たちに任せてれば大丈夫だと思って、あ、ね、あのサポーターの力ね、うんうんうん、なのでちょっと次行こうかなと思ってます。新たに、はい、もう年末ですけど鳥部、もうちょっと広げても動物部でもいいと思います。そうですね、はい、そうまだ半分も終わってないのに。そうですね、エリア的にはまだ2つ終わっただけなんですけど。そうですね、そうですよね、はい、僕の中ではだいぶ終わりつつありますね、ま
またあの東北も行きたいと思ってますけどね。いや、私もどっか行きたいな。でも東北は年内ですもんね。年内はちょっともう東北もう来週ですよ。旅行センターパンパンですもんね。来週というか今週か、はい、年明けのところはなんかうまく調整したらいけるのかな、うん、東海も年内ですもんね。東海そうですね、うん、東北の次だったかな、はい、西日本ですかね年明けは。そうですね、はい、関西とか九州とか。九州行ったことないんだよなあんまり。お、九州今穴場ですよどう穴場なんですか。だいぶ参加人数が少ないです。そうなんですか、はい、まだあのスケジュールがだいぶ先なので。あ、だとねちょっとね、うん、予定も立てられないっていう人いますよね、うん、大チャンスです今、うん永井さん、永井さんいたら集まります。鳥が寄ってくるかもしれないですよ。いいですね、いいですね、鳥寄ってくる絵的にいいですね、チュン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 ってここでチュン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 っていいですよね、それそれでやーって言って現れたら超かっこいいじゃないですか。いいですね、今度何気にここにちょっとつけておいてください、なんか人形がなんかこう妖精とかやってる。何事もなかったよ。おはようございます。チュチュンってなって。やりたい。やってくれるんだったら鳥さんが。痛くないよ。痛い人じゃないよ。ゆり五郎さん。で上半身はそういうあのシャツ着てるんですけど、実は立ち上がると白鳥の湖みたいな。わさーってなって。バレーみたいになって。大丈夫ですかそれ。まあ、ちょっとあの年末の特番か年始のねあの特番あたり準備しておきますんで。ね、だってこの格好でもね割となんかこう動物園のレンジャーっぽい感じがありますもんね。そうですね、なりますね。これでいいんだけど下の方は白鳥の湖のチュチュっていう感じですね。そうですそうです。白タイツみたいな感じですよね。はい、いや、そうですね。ぜひよろしくお願いします。お願いします。長い時間ありがとうございました。お邪魔しました。お疲れ様でした。はい、ということで、またなんかね新しい企画が始まりそうな予感がしております。はい。ね、永井さんとはなんかあの今コメントありましたけどね、ドリフね、ドリフみたいなねコーナーができそうですね。はい。次行ってみよう。さあ。続いては、おやすみキャッチと名場面なんですけれども、ちょっと一旦ブレイクしましょうか。45分再開でまいります。報告から編集へ、天気予報の新たな歴史を作るプロジェクトアイコンは、天気アイコンの編集にあなた自身が参加するという取り組みです。そこで47都道府県でセミナーを開催します。セミナーに出席し完了した人は2000ポイント以下でもプロジェクトアイコンへの参加が OK。
歩道地の気象特性や傾向を把握している、あなたの力が必要です。全国セミナーでお待ちしております。東北エリアは私たちが行きます。はい、なんかめちゃくちゃ東北っぽい感じでしたね。はい。さあ、じゃあ、残りのコーナー参りましょうか。今週のお休みキャッチです。ピンピンピン。さあ、じゃあ今週のお休みキャッチは5本、7本全部ある。はい、それでは参りましょうか。お休みキャッチどうぞ。なぜ私が顔赤くなるのか。いきましょうか。今日はこちらです。はい、明日から北陸甲信越スタートします。なのでこちらで行きたいと思います。はい、明日は福井、絶対来てね。どや、おやすみ。どうしたんですか、どうしたんですか、どうしたんですか、何があったんですか。おやすみに添える一言をお送りしていきます。では行きましょうか。今日はこちら。はい、そうなんです。今お布団、毛布3枚ほど使ってます。寒いの苦手なので。いや、わかる。ちょっと支えることを。北海道人はそう。うん、寒さ苦手。誰か。おやすみなさい。ささやくの下手な。お楽しみください。では最後のコーナーです。おやすみキャッチ。はい、ということでお休みに添えるキャッチをご紹介してお別れしたいと思います。歯磨きしようぜといただいてますが、今日は宇宙食での歯磨きです。何やら野菜ペーストっていうのがあるそうです。はい。健康的な味。くちゃくちゃってよし、今日も歯磨きバッチリ。今日は星の話もいっぱいできて楽しかったな。あ、間違えちゃった。はい、晴れて流星群見られますように。窓さん待ってるよ。おやすみなさい。でも最新の天気もしっかりとチェックしてもらえればと思います。では最後のコーナー行きましょう。おやすみキャッチ。はい。早っ。今日はみかんの日なのでみかん味の歯磨き粉。うん、甘酸っぱくていい感じ。さあ、月と惑星のランデブーもいっぱい紹介しました。月、火、木、金、ずっと一緒にいてね。おやすみなさい。あれ、水だけないんだ。お休みキャッチです。ちょっと23時超えちゃったんですけど、お休みキャッチ行きましょう。はい、今日はこちらです。はい、ちょっとイブニングと、ちょっと担当させていただきました。なのでこちらになります。大丈夫ですか、なんか私安っぽくなってないですか。そんなことないですかね。では行きましょう。半額です。はい、今日は二度得てお得。おやすみなさい。おやすみキャッチ。おやすみに添える夜のキャッチをご紹介していきたいと思います。
今日のガチ店ではですね、丸々おろしに注目して、お届けしていきました、今日はおろしの話題がたくさん出てきたので今日はこんなものを、準備して今日は番組に覗いていたわけなんですけどね、今日のおやすみキャッチもおろしでいきたいと思います。新しい冬コートおろして出かけよう。おやすみなさい。おろし違いお休みに添える夜のキャッチをご紹介していきます。まあ、今日はですね、ご当地空読み東北盛り上がりました。東北で待ってます。これが本日のお休みキャッチですので実演していきたいと思います。まあ、今日も、東北に行くので枕を持って早速行こう。よし、では皆さん、私はしばらく千葉幕張を離れます。荷物も準備しました。では皆さん忘れないでくださいね。東北エリアの皆さんはよろしくお願いします。そして番組参加の皆さんは忘れないでください。1週間後またお会いしましょう。それでは東北で待ってます。おやすみなさーい。はい、ということで、今週東北エリアの、全国セミナーがね、始まります。火曜日から始まります。で、ありがたいことに結構人が集まってまいりました。はい、平日のところは結構厳しいかなと思ってたんですけれども、それでも北陸甲信越でもすごい人に来ていただいたので、で東北エリアも負けてません。はい、このこっちの2人、この2人ですよね。はい、この2人が参りますね。どっちも中身はおっさんみたいな2人なんでね、いいコンビだと思います。はい、楽しんでいただければと思います。はい、ねえ、僕もちょっとどこかに駆けつけるようにいたしますので、はい、さあということで本日も2時間お送りしてまいりました。まだ終わりじゃない、終わりじゃない、まだ終わりじゃないんです。実はメイン企画がまだやっておりませんでした。ソライブ24名場面名場面です。はい、バンバンバンっていきましょうかね。今日はね10本ありますんで、これ普通のペースでやったら2時ぐらいになっちゃうんで、バンバンバンっていきますよ。さあ、それではまずは11月30日月曜日、ソライブコーヒータイムから届いております。名人飛ばしてきました。それではいきましょう、どうぞ。日向はほっこり暖かい。11月の思い出は外中継でおでんを食べられたこと。いっぱいおいしいもの食べるぞ。おう、お、いちご大福発見と打ちました。なんか妖精の忘れ物ですかね。あそこにいちご大福とじゃがりこが落とし物かな置いてあるので、ちょっと妖精ちゃんのものだと思うんですけど、私が後はいただきたいと思います。それでは、そうし、ぜひ皆さんはウェザーリポートなり11月の思い出を書いてみてください。じゃがりことうきびバター醤油味、うーん、初めてなんですけれども、いただきます。すごい音すんな。あ、すごい。バターの味がなんかキャラメルコーンみたいな感じで美味しいですね。うん。そろそろね、
子供を見てますっていうね、あのクレームが届きそうですね。届いた瞬間に終了します、はい、温かく見守ってあげてくれればいいなと思います。それでは続きまして参りまし、11月30日月曜日、ソライブサンセットムーンから届いております。それでは見ていきましょう、どうぞ。今日は柳さん、はい、ちょっとお話があるということでご出演いただきました。やばい、緊張してきた緊張してきた緊張してきた、はいはい、はい、いいかな、うん、よろしくお願いします。あ、こっち、こっちに、はい、あ、ですね、実はですね、はい、あ、なんか人がやばい、本当に緊張するソライブが7周年ということで、すごい長い間、僕ですね、会社入って9年半ぐらいかな、なのでそのほとんどがソライブと一緒にあったんですかね、はい、チャットの皆さんとも7年間一緒にソライブを作っていけたなと思っております。本当にですね、僕会社入った時に何がやりたいっていうと、こういうことがやりたかったんですよね。ソライブのような、あんまりこういうソライブみたいなですね、こういうチャットがあってみんなからリポートが届いてっていうのはさすがにイメージできてなかったんですけど、こういう空の解説をしてこう見てくれる人からの反響があるっていうのは本当にいい仕事だったな、楽しい仕事だったなと思います、これからもきっと、あ、やばい、本当泣きそう本当にたくさんいろんな空ね、リポートしてくれる方がいて、僕も多分リポートする方に回ると思うので、これからはチャットの方の方と一緒になってソライブを盛り上げていきたいなと思いますので、はいはい、もしまだねファイヤーさんの場所とかね、いつできるかとか本当にできるかっていうのも分かんないですけど、見かけたらきっと日本中の方がねチャットにはいらっしゃるはずなので、きっと一人二人ぐらいは見かけてくれるんじゃないかと思うんでその時はよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ということで柳さん、長い間ありがとうございました。ありがとうございました。ね、丹羽さん目赤いんじゃないかっていうのをいただいてましたけど、丹羽さんから柳さんへのメッセージ、はい、メッセージですか、はい、あの、まあ、僕は個人的にまだ付き合いが続きますので、特にあれはないんですけど、ですね、柳さんは僕の中では一番、これ正直に言うとですね、はい、一番あのサポーターと真剣に向かい合ってた人なんじゃないかなと思います。これはもう本当に冗談抜きでお世辞抜きで、はい、彼ほど真面目に天気マークとかにこだわって、うん、こだわって、しかも困った時には放っておけない精神みたいな、そういうの持ってる人いないんじゃないかなって、うん、これはもう僕は本当に正直そう思います、うん、はい、あそこまでの人間をですね、この探すのはもう多分いないですね、はい、もう世の中探しても出てこないと思います。ですのでそういう意味では、お前も頑張る、そういう細かいところまでよく気づくっていうことを考えると、柳さんのパンは結構美味しいかもしれませんなるほど、はいはい、はい、以上です。もう本当で予報センターの運営ツールとかですね、天気、皆さんのこの変更したものを、この天気情報とかを見落とさないようにする自動化するツールとかもたくさん作ってったんで、はい、彼がいなければですね、今の本当で天気予報っていうのは、皆さんと一緒に作っていく天気予報っていうのはここまで精度上がらなかったと思います。もう彼のパンを買わないと多分予報センターに戻ってくるもう丹羽さんもでも応援しに行きますよね、うん、はい、週1ぐらいで。僕ですか、僕ですね、一応副業したらクビになりますので副業はしないんですけども、多分味見とかだったら担当できると思います。お手伝い、そうですね、まあ、手伝いまではしませんけど、味見ですね、味のこだわりっていうのをしっかり言いたいと思います、ね、無理無理、ただ食べてるだけじゃないですか庭は何の役にも立ちませんよ、庭は天気でしか役に立ちませんよ、はいはい、柳がね
どうしてもパンの道を諦められないということで、もう柳も不器用なやつなんでパンか天気かしかないんですよ。でどっちかどっちかどっちかってずっと悩んで、でなんかパンの勉強とかパンの修行とかっていうのもずっと続けてたみたいです。うん、まあ、僕はそれ知ったの3年ぐらい前の話で、それからもずっと続けてたってことで、でいよいよっていうことだったんで、まあそれはもうなんか応援してやるしかないよねっていう状態でした。はい、うん、まあパンね、パン焼くの失敗したらまた戻ってくると思いますけどね、頑張ってもらいたいなと思いますよ。うん、で本人はまあ別にその戻ってくることを前提には一切考えてないですよ。で僕もそういうことは言ってないです。うんね、やっぱそこの道で成功してもらいたいなと思ってます。はい、なので、パン好きが高じて本当にパンの道に行ってしまったと、はい、もうネタにするしかないなみたいな感じですけどね。はい、いいじゃないですかその人の人生ね。僕はとても面白いなと思いました。うん、なんか気象予報士持ってるパン屋さんがいるぞみたいなね。そうだ、僕もまだねクイニーハマンは食べてないのにその美味しさをね語り合う前にね行ってしまいましたよね。はい、ということで、柳パンありがとうございましたっていう名場面でしたね。はい、続きまして、これは12月1日火曜日のコーヒータイムから届いております。それでは見ていきましょう、どうぞ。はい、ソラショップチャンネルです。はい、よろしくお願いします。今日はソライブ24カレンダーの開封をしてみたいと思います。いいんですか何ですかこれ、そういう感じじゃないの違った、はい、はい、意外と手頃な大きさですね。そうですね、CD ケースサイズということで、はい、はい、これぐらいになってます。場所取れなくていいですよね、これぐらいのサイズだと。そうですね、そうですね、うん、でこれでですね、こう使うときはこうねやっていただいて、はい、ケースだってでかいんで安定しますね。安定しますね、非常に安定しますね、はい、どうですかこの安定感、素晴らしいですね。テレビのね横とかに置いていただいて、地震でもそんなに倒れない。そうですね、素晴らしいですね。何だったらそんなに倒れないって、この上にちょっと物を置けちゃう。置けますね、鉛筆とか置いて、鉛筆置いておいて、意外に場所取んじゃん。何かあったら書き込めるっていうね。いいですね、書き込めるの普通だよ、この角度もね素晴らしいですね。大体どれでも書き込めるよ、座った時に正面に来るっていうね。でもお高いんでしょって来ましたけれども、なんと、はい、今回このカレンダー、はい、通常価格、はい、1000円のところ、はい、この時間ご覧の方に限っては、はい、なんと1000円でお願いします。変わらない、変わらない。どうしたんですかね、あの2人は。確かあれ確かね、同い年ぐらいじゃなかったかな、あの二人は。うん。茶番番組ですよね。ああね。ショップチャンネルっぽいことやってみたかったんでね。通販のね。ああ、長峰はいけそうな気がします。正直いけそうな、うん。で、テレビのショッピングチャンネル好きっていう意味では寝頃と俺も相当好きですね。相当好きです。あの買ったりしてますから実際に、うん、で買ってよかったら寝頃に紹介したりしてますんでね。なんかあれ面白いんですよね、すごい。はい、じゃあそれでは続いてまいりましょうか。
12月2日ソライブムーンですね、はい、から届いております。それでは見ていきましょう。どうぞ。では現在の天気見ていきましたけれども、この後その先の天気というのもしっかり見ていきたいと思いますので、予報センターの永井さんにおつなぎしましょう。永井さん、ちょっとお待ちください。明日もですね、西の方日差しのチャンスもありそうなんですけれども、なかなかこうすっきり回復というのはしてくれなさそうですね。明日は風も強く吹いて寒くなるところも多くなりそうですし、しっかりそういったところも見ていきたいと思います。はい、さあ、おゆりちゅみっていうコメントもニコ生からいただいておりますが、おつなぎしていきましょうか。ゆりちゅみさん、なんか仕込んでる。ごめん、待った今来たところそういうことね。よろしくお願いします。よろしくお願いしますということで、お天気見ていきたいと思いますけれども、はい、やっぱりなんか永井さんってお姉みたいだよねお姉さんっていうよりもお姉って感じでしたねあ楽しそうだなおいって、うん、男性的にはそういうのを見てていいですよね、うん、はい、大丈夫です、見てないです長谷さん見てないです、はいさあ、じゃあ同意を求めるの、はい、じゃあ次行きましょうか、続いてまた来ましたコーヒータイムですね。12月3日木曜日コーヒータイムから届いております。それでは見ていきましょう。どうぞ。雨が止みましたが、風の冷たさに冬を感じます。今日の外中継はカニを釣りに来ました。カニ？カニ？やっぱり噴水にはカニがいそうなんですよね。いいよ。ペッタロー。かまぼこじゃない。カニさんのパックになっていました。うん、食べやすいサイズになっていますので、後でいただきたいなと思います。何の文脈があるの？それでは、暖かいスタジオに戻りたいと思います。皆さんからの空の様子、空聞いてご覧ください。よくわかんないです。よくわかんないです、名人。まだ開けてないです。暖かいところで、まあ、コーヒーと一緒にカニカマ食べようかな。コーヒーとカニカマ。合わないんじゃない？しかもこれキャラメルマキアート。あー、もっと合わないんだ。どうでしょうか。合わねーと。はい。いやー、どうしちゃったんでしょうね。ま、多分今が結構土俵際だと思いますよ。うん。あそこまで行っちゃった。だってあれ、もともとはこう体感が寒いで、あったかいものがっていう入りだったじゃないですか。もう季節関係ないで、場所にも関係ない。噴水で髪かまってよくわかんないですよね、はい、そろそろもう出ませんっていう感じになるとは思いますけどね。さあ、それでは続いて12月4日金曜日、それモーニングと、おー珍しいですね、モーニング。それでは見ていきましょうか。どうぞ。予報センターからお伝えいたしました。はい、吉野さん、ありがとうございました、はい、なんか髪の毛がまだ乱れてるような髪が乱れる、いや髪が本当にもうバサッと、はい、あんまり髪が乱れる、髪が乱れる言うとニコ生が喜ぶんで、そこであんまり言わないように。喜んでないですよ。こら、こら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 。笑ってます。乱れる髪がねえよとかね。
あえてそこ突っ込んじゃう、はい、吉野さん、さすがです。はい。ピンに叱られる。村田さんは関係ない。村田さんは関係ないですよね。村田さん関係ない。うん、鮮やかに見えるだけでね。はい、あ、そう、いや、色がそうですよね。うん、そうそうそう。はい、別にお前ら二人とも。ハゲ。ハゲって言ったろ今。見られてもないですからね。ハゲって言ったな。え？言っちゃったな今。あれ？ハゲって言っちゃったな今。びっくりしたな。いや今ちょっとガード下げたところにパンチもらっちゃった今。すごいなんか今脳が揺れた。びっくりした。なんで言ったんだろうね今ね。急にコメント読んだの。びっくりするタイミングだったよね。さすが吉尾ですよ、いいパンチ。ちょっともう一回一回見てみます。もう一回さっきのところだけちょっとあの不意打ちすぎて僕も読んでますかね、笑ってます。乱れる髪がねえよとかね。あえてそこ突っ込んじゃう、はい、吉野さんさすがです。はい、ピンに叱られる。村田さんは関係ない、ね、村田さんは関係ないですよね。村田さん関係ない、うん、鮮やかに見えるだけでね、はい、そう、いや色がそうですよね、うん、そうそうそう、はい、別にはい、ハゲ、あ、なんでもないです。なんでもないです。なんでもないです。なんで言ったの。なんで言ったの今。おかしいな。はっきり。ああ、なんかこう意識のもっと深いところにあった無意識で言ってしまった。ちょっとあのこの後問いただしたいと思いますけどね。さあそれでは続きまして12月5日土曜日のコーヒータイムから参りましょう。それではどうぞ。全然待ってないよ。いやクリスマスプレゼント何がいいってことだからどうしようかな。クリスマスプレゼントは何がいいかな。大きいスヌーピーのぬいぐるみがいいな。おーすいません小芝居しました。はい、チャットがどうなっているかと思いますが。なるほど、なるほど、バーチャルデートか。なるほどね。いやなんか日差しもいい感じだしね。スヌーピー欲しいね。スヌーピーぬいぐるみが欲しいって、新潟って感じ。新潟って感じだね。素朴でいいね。うん。買ってあげな。いや本当に欲しいだったらね。いやあれネタだったんですよねみたいなこと言われても。えみたいな。いや俺もネタなんでみたいな感じになっちゃう。スヌーピーも噴水に落ちてるんじゃねっていうこと。あー名人の時間になったらそうですね、今度はスヌーピーがバシャバシャになってるかもしれない。さあそれでは続いてまいりましょうか。12月5日土曜日ソライブムーンからやってまいりました。それでは見ていきましょう、どうぞ。映ってないかと思いました。すごい走ってきちゃった。金ちゃんみたいになってた今なんか。だいたいこう映ってない状態から始まってふわっと出てくるっていうすごい走る。
すごい走ってた。楽しそう。失礼しました。映さないでよ。すごい走ってた。恥ずかしいじゃないですか。ということで、ここからはですね、明日のお天気の流れを意外とわたわたした。何も言わないでフレームアウトしていった。さあでは明日のお天気の流れを確認していきたいと思います。天気図チャンネルのポイント解説をご覧いただきますと、こちらでお天気の流れを確認することができます。皆さんもぜひウェザーニュースで検索して天気図チャンネルからご確認ください。なるほどね。もう一回金ちゃん見ていきましょうかね。はい、どこに行こうとした？映ってないかと思いました。どこに行こうと？すごい 走ってきちゃった。はい、ありがとうございます。一回、あ、映ってるっていう時のね、リアクションが面白かったですよね。はい、さあ、それでは本日は残り2本になりますね。はい。それではまず5日土曜日のスライブナイトから届いている方、何でしょう。それでは見ていきましょう。どうぞ。アイリー、ありがとうございます。ダジャレがポンポン浮かんでくるとき、なんだこれ、私天才って思ってるそうですね。ナイト見ないとっておっしゃっていただいて、いや、アイリー滑ってみたい。いや西川君、いつも反応悪いくせにこういう時ばっかりやめてよ。西川、いつもね、こう音楽のそこ、こうなんかこう、いじられがちなんですよ。注意されがちなんですけど、JONR さん、ないな、うん。ルネッサンス今やで。どっちかっていうと今やで。なあ、ねえ、西川何しとるん。ねえ、確かに今のはチーンだったよね。まあでもあそこスルーするところが面白いですよね。スルーところがいいね。カンタラはね、ああいう風にね、どんどんいじってあげた方が光り輝くので、はい、いいと思います。さあ、それでは参りましょうか。カンタラなんか面白くなってきたな。それで本日最後になります、6日日曜日スライブモーニングから届いております。それでは行きましょう。どうぞ。やっぱ近くないですかこれ。今日ちょっとあの近めなんですけど、ちょっと近めなのでちょっと引いてもらおうかな。あ、近い。あ、近い。あ、もう今日は朝からすみません、なんか近くて。はい、12月6日の日曜日はそれモーニング高山奈々が担当します。荒ぶるカメラとありますが、ちょっと近かったね、ちょっと。やっぱ近いなと思ってたんですけど、だいぶ近かったですね。はい、若いっていいねっての。どういうことですかね。そういうことか。いや、まあでも、まあ、近いのはちょっとやっぱり恥ずかしいです。はい。お、右、これですね。あ、近い、こっちの方が近い。なるほどね、若いっていいね。ね、アップに寄れるっていうこと自体がね、若さですね。いや、これから本当にね、そのアップだけじゃないですけど、4K、8K 時代が来たらどうなっちゃうのと、もうみんな引いてなきゃいけないですよ、くーって。この間も 8K の、ね、映像を見てきましたけど、あんなんで寄られたら僕の毛穴が見えちゃいますからね、危ないですよね。せ
かく隠してるね生え際がね毛穴ないでしょって来てるけどないわけじゃないですよ。毛穴はあるんですよ、生えてないだけだよね、はい、さあということでね、本日の名場面は以上となります。お付き合いありがとうございました。はい、さあということで、ちょっと駆け足になってしまいましたけれども、永井さんの時間が日に日に長くなってくるんですよね。本当に今度ちょっとあの対応策を考えないといけないですけどね良い傾向って良い傾向なんだね。ねえ、ニコ生にもねいつか予報センターをなんかこう召喚する時間ってやりたいんですけどね。もうこの、第一チャンネルの方がですね手いっぱいなんですよ。本当にいろいろねプロジェクトアイコンとかも始まって、またこう予報がさらにこう進化していく過程なの でそこでね、サポーターの皆さんが参加していただいて、より良い情報になるって、より良い情報になった後はサポーターの皆さんが運営してってくれるみたいな形ができたら、もしかしたら第2チャンネルの方にもみたいな話があるかもしれないですけど、うんね、人余裕ないよねっていうコメントいただきましたけど、余裕があった試しがないので、今いる人数以上のことをいつもやろうってなっちゃうんで、人が増えたらまたそれ以上のことやろうってなっちゃうんで、もうキリがないですよねなんかそれぐらいがちょうどいいのかなと思ってますよね、うん、少しこう背伸びをしてチャレンジする、ね、無理、全然もう無理だっていうチャレンジをしてるわけではないのでね、はい、あのなんですかね、そうストレッチ&ビルドっていうんですかね、やっぱりこう一回伸び縮みをしないと、縮まないと伸びれないし、一回グーッと伸びないとなんかやっぱり目標にも到達しないしっていうのはあると思います。無理っていうとね言葉がね良くないんですけどね、チャレンジを楽しんでる、うんね、今無茶はダメだけど無理はします、うん、なんかちょっとそれ響きますね、うん、やっぱ頑張んないといけないですよね、うん、僕もそう思います。くたびれない程度に挑戦してるって、そうですね、はい、なんかこう気持ち的に楽しいものとか、あ自分がこれやりたかったんだよなって思ってることは、体の疲れっていうのはどうしてもね年齢とともにどんどんなりますけど、なんかそのこう気持ち的なモチベーションっていうのはそれとはねなんか比例しないというか そうだからこの今のプロジェクトアイコンで全国セミナーとかやってるじゃないですか、なんか終わったらものすごいこう喪失感に襲われそうな気がしてますよ。実はあの空白やった後も、社内では空白ロスって呼ばれてますあの燃え尽き症候群みたいなスタッフがゴロゴロ出ました、はいすごい楽しんじゃうと、うん、ソラハクロスにならないようにそのプロジェクトアイコンで燃えていこうぜみたいな感じで今、ね、2週目みたいな感じになってます
またこのねセミナー終わったらまた来年の空白みたいな話になってきますし、またね次の展開みたいなこともやりたいなと思ってますんで、で見てらっしゃる方もそれぞれになんか得意分野って違うと思うんですよね。絵が得意な人もいれば音楽の得意好きな人もいれば、ね、なんかその文章を書くのが好きだっていう方もいればいろいろだと思うんですよ。その体を動かすのが好きだっていう方もいるでしょうし、なのでちょっといろんな切り口を変えてみんなが参加できるような企画を考えていこうと思います。ね、ニコ生の方でもいいですよね。で天気の王道のところは今やりましたんでね、今回次は何かなっていうのちょっといくつか考えてます。かわいい米は任せろ、そういうのもあると思いますよ。面白いと思います。実験企画はやりやすいよ第2チャンネルって。実験って何の意味ですかね。本当にその科学理科の実験の話なのか、チャレンジの部類の実験なのか。なんで空友パーティーなくなったの。別に なくしたつもりもないんですけどね、ただ手が回ってないですね。その趣旨の年末なんかこう大騒ぎしようよみたいな、なんかパーティー的なノリは別にもうやめようって言ったこともないですね。チャンスがあればやりたいですよね、空友パーティー。他の企画が今ちょっと盛り上がりすぎちゃってるのかな。でもなんかたまに集まってみんなで騒ぐみたいなのも、ね、年末だから騒ごうっていうのはすごく共感します。あそこまでこれまでみたいにお金をかける必要はないと思うんですけど、ちょっと形を変えたいなと思いますね。なんかいろいろ企画アイデア出てますね。お祭りやりたいですよね。ソラハクがパーティーみたいなものかっていうとちょっとやっぱ違うんですよね。ソラハクは子供がターゲットだったり、でその家族がターゲットだったりするので、お祭り騒ぎはそこではちょっとテイストがちょっと違うのかなと思ってね。ライブハウス形式ね、好きですね。ハロウィンコスプレは良かったね。はい、良かったですね。あれ結構現場は天気伝えるじゃないですか。だからすごく悩むんですって。いいのかなって、そういうのやっちゃっていいのかなって思うんですって。なんですけど、まあ、それも季節感の一つとして、ね、イベントの一つとして。なんかやるのはいいんじゃないっていうので、今回はね現場みんなに頑張ってもらいましたけど、良かったですよね。僕もすごい良かったと思います。なんか久しぶりにソライブ切れてんなってあの瞬間に思いましたんでね。地震とかあったらきついよね。そうだよね、それもあると思ってます。はい、全然そのままやればいいじゃないかっていうふうにもう思わないんで、意外と僕普通の感覚はちゃんと持ってますんで、
浴衣着るって企画もいいですね。サンタコス毎年、そうですよね、はい、クリスマスまたねそれになると思いますよ。お正月はお正月でね着物着ますし、なんかすごい皆さん肯定的ですね、意見がね。和装はいいよねってコメント来ますけどね、あれ本当お金かかるんですよね。正直お金かかりますね、はい、森田さんはねもう本職ですからね、森田さんの紋付き袴ねすごいですけど、初日の出中継どうするの、どうしましょうかね、うん、今年もやりますけどね、初日の出特番ね、でどこよりも早くどこよりも綺麗に中継したいとは思ってます。皆さんの力を借りて。サポーター軸のやつしか基本はやらないですよ、うん、企画はね。BS 富士山とやるんですか、もちろんやります。その時間は BS 富士山もソライブサイマルで使っていただけるということなんでがっつりやりますけど、はい、場所は決まってないですよねまだね。クライナーとか飛んでみようよ、電波つながるのかな。まあなんか今風のドローンとかそういう企画は出てますけどね、今もね。富士山の上安定ないよね。冬の富士山はやばいっす、やばいんで、素人には登れないと思います、はい、何合目ぐらいの車で行けるところだったらいいんですけどね、はい、富士山はやっぱりその眺めるのがいいと思いますよ、日の出と、5度目です。スカイツリー、あれ前回がスカイツリーからやりましたね、 BS 富士山に出ていただいて、ん前回前々回か、僕ん家から中継って僕いないですからね、家にはね。イッテQみたいになっちゃうのってね、僕らそこまでお金も体力もないので、もっとしょぼい企画でいきましょう。みんなで初日の出中継しようぜ、そうですよ、みんなでしましょうよ。お正月パーティーゲーム大会ね、考えたんですよ、そうだそうだ、正月特番やってそれ終わったら第2チャンネルの方に行ってって考えたんですけど、物理的に人がいないなと思って、なのでお正月第2のお正月特番は正月一段落した後にやった方が多分力を入れて楽しめると思うんで、次の日とかその次の日とかに改めてやるのがいいんじゃないかなって。
だ別でやろうと思ってます。っていうか別で楽しみたいなと思って、だって本戦の方で2週しかもがっつりやるんですよ。もうなんか年末から年始にかけてはね、がっつりやるんで、そっちの方を